世界の破滅の脅威は過ぎ去り、地獄は適度に淀みのある穏やかな時間を取り戻しつつあった。プリニー教育係に復帰したバルバトーゼは、山積みになった構成指導に明け暮れ、他に気を回す余裕さえない様子だった。天使長フロンの計らいで地獄に残ったアルティナとの仲も未だに進展する気配すら見せていない。そんな二人をやきもきした気持ちで見守るラブバナ大好物の乙女がいた。つまんない。風祭り風花である。何やってんのよ。あの二人はバリバリ意識し合ってる男と女が一緒に暮らしてたら、桃色青春エピソードの一つや二つ起きるもんでしょうが、こっちは気を利かせて二人きりになるようにお膳立てしてやってるってのにさ、黙っていたらトイレにまでついていくセンリッチを引き剥がすのにどんだけ苦労してると思ってんのよ。ああもう濃い色成分が足りないわ。中学3年生の美少女にとってラブバナがない世界なんてまさに地獄よ。とか愚痴っててもしゃあないか。どうにかイチャコラさせて甘酸っぱいスイートな体験談をアルティナちゃんから聞き出せないかな。お姉様、バルッチさんから今日の給料をもらってきたですよ。今朝水揚げされたばかりの天然物のイワシらしいです。なぜか奮発してくれたみたいです。よかったですね、お姉様。分かりきってたことだけど、またイワシ？どうせ奮発するなら甘くてとろける高級スイーツにしろっての。でもそれをバルッチさんに言ったら、イワシでスイーツを作ってくれそうですよ。生クリームが乗ったイワシのお菓子だとか自慢げに並べられたら、ディスコも食べきれる自信がないです。ありえるから怖いわね。まあいっか、イワシは後でそこらにいるプリニーにでも売り飛ばせば少しは金になるしね。あ、忘れていたです。ここに来る途中で変なものを拾ったです。お姉様、これって何ですか？何これ、懐中時計ってやつじゃない？懐中時計？どうやって使うですか？使うも何も針が動いてないじゃん。電池切れてんじゃない？それともどっか壊れてるとか？ガラクタだったですね。じゃあ捨ててくるです。ちょい待ちなさい。どうにかして動かせればイワシより高く売れるかもしれないでしょ。お姉様はこれ動かせるですか？私に貸してみなさいって。こんなのは適当にいじくってれば案外治ったりするのよ。動いたです。さすがはお姉様です。あれれ、この針逆に回ってない？しかもものすごい速さで。え、嘘嘘、術師と最強姉妹。これで大丈夫、きっとうまくいってるはず。お願い、私の声に応えて。あれ？ここどこですか？すごい、本当に出た。やっぱりお父さんが残してくれた召喚術式って本物だったんだ。これなら戦争を止められる。
なんだ、妙な魔物が出てきたぞ。うわあ、タコの化け物だ。失礼ですね。デスコはタコじゃないです。ラスボスなのです。なんなのこいつら、純真可憐な乙女を魔物扱いするなんて絶対モテない連中ね。ああ、いけない、ちゃんと命令してあげないと。我が召喚戦士、最強の戦士たちよ。契約に従い、兵士どもを蹴散らすのだ。お姉様、何か聞こえたですよ。最強の戦士たちってデスコとお姉様のことですか？最強っていうのは悪くないけど、なんで私が戦わないといけないわけ？あれ？なんで言うこと聞かないの？どっかやり方間違ったのかな？混乱してるみたいですね。ほっときなさいって。面倒なことに首突っ込みたくないし、早くマルチのところに帰りましょう。デスコは皆殺しにしてもいいですけど、お姉様が言うなら従うです。そういうわけだからそこを通してくんない？貴様らのような怪しい化け物、野放しにできるものか。ひるむな。我らが歴史の王国の誇りにかけてこの戦場を勝利で飾らん。だから私は化け物じゃないっつーの。もう頭きたわ。デスコ、乙女の恐ろしさをたっぷり味わわせてやるわよ。はいです。それじゃあ改めて、よかった。なんだかんだ言って戦ってくれるんじゃない。召喚が失敗したわけじゃないんだ。見ててね、お父さん、お母さん、お姉ちゃん、私頑張るから。さっさと死ねよ。挑んできた割にはあっけなく逃げてんじゃん。ラスボスからは逃げられないのが一般常識です。追いかけて回り込みしてやるです。もういいから、兵士を追い払ってくれてありがとう。誰ですか？その声、さっき私たちに命令してたやつじゃない？あ、そうだ、自己紹介がまだだったっけ。私はナギクロックワーク。あなたたちは戦争を止めるために私に召喚されたんだよ。
空術って特別な術式を使ってね。は？わけわかんないんだけど。それよりディスコはここがどこだか知りたいです。そうだね、まだまだ話しておかないといけないことはたくさんあるし、こんな血生臭い戦場じゃなんだから私のラボで説明してあげる。こっちだよ。ここが私のラボ。うわ、広っ。パパの研究所と同じくらい。変な装置もたくさん並んでるし、ディスコが見たこともない機材ばかりです。なんだか手当たり次第触ってみたくなるですね。甘いわね、デスコ。私なんてもうスイッチ一つ押してやったわよ。気づかなかったです。お姉様ばっかりずるいです。ディスコもポチッとな押するです。あ、ちょっと勝手にいじっちゃダメ。嘘よ、冗談。下手に触って爆発とかされても困るしね。そんな危ない仕掛けはないけど、床がパカって開いて汚水まみれになる罠はあるから気をつけて。マジで？つうか、なんでそんな漫画みたいな仕掛け作ってんのよ。気候術の術式を盗まれないためかな。だからふざけない方がいいよ。わかったです。ラスボスはスイッチの誘惑になんか負けないです。そんなことより早く教えなさいよ。ここは地獄のどこらへん？地獄って、あなたたち地獄から来たの？もしかしてここは地獄じゃないですか？うん、ある意味地獄って言えなくもないけど、ここは人間が住んでいる世界だから。人間界だっての？マジで？いつの間に移動しちゃったの？それは二人が気候術の召喚術式に選ばれたからだと思う。私の願いを叶えるために。願い？世界征服とかですか？ううん、違う。あなたたちには戦争を止めてほしいの。ああ、そういやそんなこと言ってたわね。今この地域では2つの国が戦争をしてる。このラボがある国境を挟んで、南側がレキドナ王国、北側がグスターク帝国。さっき戦ったのはレキドナの兵士だよ。私はどうすれば戦争が終わるのかずっと考えてた。それで思いついたの。戦場を片っ端から潰していけば、戦える兵士がいなくなっていつか戦争はなくなる。でも私の力だけじゃ兵士全員を相手にするなんてできない。だからあなたたちを召喚したんだ。分かってくれた？まあ一応。よかった。じゃあ早速次の戦場に行こう。へー、めんどくさいからパス。え？なんで？なんでって、勝手に呼び出されていきなり戦えとか言われてもね。それにレキドナとかグスタークとか聞いたことないです。本当にここって人間界ですか？なんで言うこと聞いてくれないの？私はマスターなのに。マスターの命令は絶対のはずなのに。どうでもいいから、そろそろ元の世界に返してくんない？マスターっていうくらいならできるんでしょ？うん、わかった。でもそれは私と一緒に戦ってくれた後の話。元の世界に帰りたいなら今は私の言うことを聞いて。ちょ、待つです。そんなの横暴です。
あれを見て、もう国境近くまでレキドナの兵士が来ちゃってる。このまま行かせたらグスターク兵とぶつかっちゃう。ここで止めなきゃ。そういえばまだ名前を聞いてなかったっけ。狭祭り風花よ。セントゴリアテ中学3年生、花も恥じらう15歳の乙女よ。ディスコは最終兵器ディスコです。お姉様の妹で、夢はラスボスになることです。うねうねしたのはいいとして、15歳って最強の戦士だよね。大丈夫かな。迷っちゃダメだ。私はお父さんの召喚術式を信じる。それじゃあ風花、デスコ、戦う準備はいい？どうするですか、お姉様。ちびっこにいいように使われるのはラスボスのプライドが許さないですけど。しょうがないかな。この子が協力してくれないと元の世界には簡単に帰れそうにないしね。わかったです。お姉様が言うならプライドなんかドブに捨てて踏んつけてやるです。兵士が動き出した。ついてきて。飛行術の最大使用技見せてあげる。我が声に応えし、勇敢なる戦士よ。闇を裂き、天の立つ剣となりて、我が恩敵を引き裂け。おめでいい感じだね。兵士を集めているみたい。フーカ、デスコ、急いで。えいへい、わったよ。ラスボス使いが荒いですね。Thank you.
グスタークの歩兵隊。まだこっちに気づいていないみたい。このまま突っ込むよ。お姉様を顎で使うなんて許せないですね。しょうがないじゃん。元の世界に帰れないよりマシでしょ。どうしたの？ほら、早く走って。我慢よ、我慢。飛行術をなめないで。夢の中なら何でもできる。ブリュッ。お得意の気功術とかいうやつでデスコたちをしばばっと送り届けるです。そう言われてもまだ術式の錬成が。何よ、まさかできないとか言い出すんじゃないでしょうね。できるよ。ならさっさとするです。だからまだあなたたちの役目は終わってないの。だって戦争はまだ終わっていないでしょ。はあ、じゃああとどんだけ戦えば戦争が終わんのよ。きっとあと少しだと思う。少しって何回くらいですか？それは10回とか、50回くらいには終わるかも。あんたね、私たちをバカにしてんでしょ。だいたい片っ端から兵士を潰すなんて行き当たりばったりなやり方で本当に戦争止められんの？うん、止められるよ。私は絶対この戦争を止めてみせるんだから。ま、松です。たく、なんなのよあの子は。なんで、もしかして倒し損なった兵士がまだいたの？何？なんかあったの？レキドナの兵士が国境を越えた。もう時間がない。あなたたちも来てしっかり戦ってもらうんだから。ついていくですか、お姉さま。まあね、あの子に万が一のことがあったら元の世界に帰れないかもしれないし。なんかいいように使われているですね。ラスボスとして情けないです。遅かった。もう兵士たちがぶつかってる。フーカ、デスコ、あの戦争をやめさせて。どうやって？戦争ってやめろって言えばやめてくれんの？いつも通りに殲滅すればいいですね。はいはい、わかった。わかりましたよ。やればいいんでしょ、やれば。
デスコ、最強コンビの力を見せてやろうじゃないの。はいです。デスコはお姉様のためだけに頑張るです。一方その頃、たまに一人で人間界に来るのも悪くないな。フェンリッヒのやつは小言が多くてかなわぬ。それにしても下劣な人間どもめ、どこまで悪魔を貶めれば気が済むのだ。仕方あるまい。今ひとたび俺が恐怖という名の鉄槌を下し、人間どもを今しめてやろうぞ。ですよ、お姉様。あそこに兵士がわんさか現れたです。ちょ、マジで数多すぎなんですけど。援軍？そんな、これじゃ倒しても倒してもキリがないです。お姉様、どうするですか。いやもうこれはなるようにしかならないんじゃない。どうして諦めるの。あなたたちは最強の戦士なんでしょ。なんかこう派手な技を出して兵士たちを黙らせたりできないの。そんな都合のいい技があるなら最初から使ってるわよ。あれ、お姉様、何か来るです。なんだ人間、いや魔物か。世界の秩序を乱す人間ども、裁きの時は来た。恐怖に打ち震え、バルバトーゼの名を英語を語り継ぐがいい。ひるむな。魔物だろうが、たかだか一匹、勝機は我らにあり。我が国の領地を汚す者は何人であろうと排除するのみ。行くぞ、私に続け。愚かな。
後割りつくな小娘ども。俺は貴様らなぞ知らんぞ。またまた心配させたからって怒ってるの？ディスコたちだって好きでここに来たわけじゃないですよ。妙なちびっこに呼び出されただけです。あなたたち、それ知り合い？そう、バルッチ。バルバトーゼだ。勝手に妙なあだ名をつけるな。それに知り合いでもなんでもない。くそ、俺に血を吸われたいのか。何冗談言ってんの。そんな気ないくせに。プリプリしすぎです。イワシばっかり食べてるのにカルシウム不足ですか？そうだ、ちょうどあんたからもらったイワシを持ってきてるから、見つけてくれたお礼にあげるわ。ほらほら、バルッチ、あんたの大好きなイワシだよ。私を食べて機嫌を直すです。貴様ら、舐めるのもいい加減にしろ。ちょ、何よ、どうしちゃったの？お姉様、この魔力桁外れです。ディスコたちの知ってるバルッチさんのものじゃないですよ。もしかしてそっくりさん？違うです。魔力の質はバルッチさんそのものです。でもパワーが圧倒的に違うです。まるで全盛期に戻ったような。さっき私に血を吸われたいかどうか聞いてたわね。ということは、オークンのバルッチ？さあ、歯を食いしばるがいい。サムラ、血を落とす羽目になるぞ。なんでかよくわかんないけど、この状況ってすんごくヤバくない？とにかく逃げるです。今のバルッチさんは話が通じそうにないです。あれ、知り合いじゃないの？知り合いだけど知り合いじゃないのです。きちんと説明して。あれは何者？吸血鬼よ。吸血鬼？説明は後。戦場に現れたのはあの暴君バルバトーゼ。聞いてないよ、あんな恐ろしい吸血鬼が出てくるなんて。殿下の宝刀、イワシネタも通じないです。案ずるな貴様ら。この場を借りて俺がイワシの一生を抗議してやろう。ありがたく拝聴するがいい。っていうか、なんで暴君じゃないあんたがここにいんの？産卵期は冬から晩秋、2月から5月、一度の産卵数は約5万。5万だぞ。貴様らに埋めるか。アホか、埋めるわけないでしょ。ふん、他愛のない奴らよ、わしの足元にも及ばんな。お姉様、もっと怒るべきです。今のは全世界の女子を敵に回す暴言です。黙って聞かんか、愚か者。イワシの一生は始まったばかりだぞ。次回、イワシ思いがけない冒険第2話、我が身に宿れ尊きイワシの魂。大会の旗で巡り合うその日まで。そんなことより、これからどうなっちゃうんだろう。